はい、新型ダブル800、とことん乗ってきました。まずですね、スタンダードに相当するのが、ストリートですね。アップハンドルで、シートもね、それぞれ違うんですね。これに乗るとですね、ダブルはやっぱりダブルだなって安心しました。というのもですね、僕実はですね、元祖ダブルワンのオーナーなんですよ。25年間ずっと乗り続けてるんですよね。そういうね、昔のダブルのフィーリングをずっと持ってるなと思うんですよね。特にね、今回の新型はサウンドがいいなと思いました。そしてですね、エンジンの鼓動感もますます増してるなと思って僕は好きですね。で、アップライトなハンドルも昔のダブルに近いですね。ダブル650にですね、アップハンドル仕様っていうのがあったんですが、それとほぼ同じだと、僕の記憶だと思いますね。650時代もね、僕アップハンドル仕様が好きだったんですけどね、それに戻った感じがします。で、シャーシーなんかはちょっとこう、先代よりですね、しっかりした感じがあって、剛性感があって、よりハードに攻め込める、そんなバイクに仕上がっております。でですね、これはこれで昔ながらのダブル、そんなオールドファンもうならせる、やっぱりダブルだよなっていう、そういうオートバイに仕上がってるんですが、こっちが驚きです。なんとカフェスタイルです。前傾姿勢になっててですね、シートも違ってですね、カフェレーサー風になっててですね、またがるとですね、前傾姿勢になって、シャーシーとエンジンが一緒にもかかわらず、なんか違ったバイクに乗ってるみたいなフィーリングなんですよね。こっちがですね、リーンウィズでずっとこうのんびり行きたくなるようなフィーリングがあるんですが、こっちのカフェはですね、お尻をちょっとずらしてですね、スポーツライニングしたくなる、そんなね、スパルタンな一面も持ってるからですね、これはスポーツライニングが好きな人にもね、おすすめできるバイクに仕上がっております。で、ヘッドライトが LED 化されてるとかですね、それは両方共通なんですけどね、こっちはね、グリップヒーターがついてるんですよ。今日はまだね、ちょっと朝夕冷え込んだんですが、そういうね、ツーリング先でグリップヒーターがあるっていうのがすごいありがたいですね。そういう意味では装備なんかを見ると、少しこっちがアップグレードな、上級グレードなバイクなのかななんて思いましたけどね、どっちもありだと思いますよ、僕は。個人的には昔ながらなこっちが好きですけど、新しいもの好きな人にはこっちがおすすめなのかもしれませんね。こういうタンクパッドとかね、ちょっとヨーロッパとかでも受けそうな、トレンドを感じるスタイルも若い人に受けそうですね。そんな風に感じました。すごく好きです、僕これ。はい、青木隆夫でした。